バッタの好きな食べ物を置く、白い布を広げておく、カメムシホイホイで捕獲する。こんにちは、ゆきはなの古谷です。リアルタイムで見ている方はこんばんは、古谷です。日焼けがですね、この首とこことかなりの差がついてしまって、脱ぐと T シャツ着てるみたいな感じになってるんですけど、はい、今年も非常に暑くてですね、バッタとあとカメムシが異常発生ってことで、まあなんかニュースにもなってましたね。今年カメムシ多いよということで、結構悩まされてる方いるんじゃないかなというふうに思います。で、特にバッターなんですけど、葉っぱをね、とにかく食べちゃって、いわゆる食害ってやつなんですが、いやもうこのバッタどうしたらいなくなってくれるのっていうふうに思ってる方とか、あとはまあカメムシですね、ナスとかさ、あと果物、それから野菜、果実にこうくっついてチュー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 吸って果実がダメになっちゃうみたいな感じ、あとはまあ部屋の中に入ってきちゃうとちょっと臭いんで、カメムシもすごく多いんですけどっていうお話よく聞きます。今年はカメムシの当たり年というか、30ぐらいの都道府県にカメムシの注意報出たっていう感じで、すごいこうちょっと異常発生しちゃってるんですね。で、このバッタとそれからカメムシ、これをどうやったらベランダとかお庭に来ないようにできるのかなっていうのを悩んでる方多いと思いますので、そんなカメムシバッタ来なくなる9選みたいな感じでやっていきたいなというふうに思っております。前半バッタ、後半カメムシみたいな感じでお話を進めていきます。バッタに関して、それからカメムシに関してなんですけども、現実的にできそうなこと、それから、効果がある程度期待できることっていうのを中心にご紹介していきます。もちろんですね、その農薬をまくとか、それから物理的にちょっと難しいっていうのは、なるべくこう避けるようにしました。カメムシ用の農薬とかバッタ用の農薬、基本的には調べればたくさん出てきます。出てきますので、農薬とかを使いたい方は、そういうふうにやっていただければなというふうに思います。まあ、基本は無農薬で、天然由来のものでどうやって避けていこうかっていう感じでご紹介していきたいと思います。で、これが全てではないので、他にもね、この方法いいよっていう方法をご存知の方がいらっしゃれば、ぜひコメント欄でですね、シェアしていただけると嬉しいです。僕のやり方以外にもいい方法たくさんあると思いますので、ぜひご存知の方はコメント欄でご紹介いただければと思います。では、バッタからいきましょう。まずバッタですね、バッタなんですけども、葉っぱ食べるのはいわゆるオンブバッタですね。このオンブバッタ可愛いんですけど、ちっちゃいんですけど、まあ大きいのもいるけど、食べるんですよ、葉っぱを。暑い時にね、葉っぱの上にこう乗っかってたりとかすると、カリ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 食べちゃって、もう本当に、お花の葉っぱがなくなっちゃったなんていう方もいらっしゃると思います。で、基本的に僕の考え方は、来ないようにするっていうよりも、よそへ行っていただく生態系を崩さないように、よそに行っていただくっていう感じのやり方が多くなります。一つ目は、バッタの好きな食べ物を置く、でそっち側にバッタに行ってもらうっていう方法です。これはですね、バッタの大好物、特にオンブバッタの大好物っていうのがシソなんですよ。で、このシソをですね、育ててると、シソめっちゃ食べられたっていう経験ある方もいると思うんですが、大事なお花の横にシソを置いて、そこに来てもらうっていう、よそにいるオンブバッターが集まってきてしまうんじゃないかっていうふうに考える方もいるかもしれませんが、まずお庭にですね、いるベランダにいるバッターをシソの方に来てもらって、シソを食べてもらう、シソを食べてもらう、まあ、シソどん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 大きくなるので、葉っぱもどん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 増えていきますから、この暑いさなかですね、シソは水枯れしてもまた復活して戻ってくれたりとか、あっという間に大きくなってくれて葉数が増えるので、非常に有効なんじゃないかなというふうに思います。2つ目はですね、忌避剤的なものをまく。これですね、まず忌避剤なんですけども、バッタが嫌う忌避剤、バッタ除けの忌避剤、すでにバッタがついてしまっているものでも、これを巻くとバッタがいなくなる可能性が高まるよというものなんですが、これ2つあります。1つ目が木作液ですね。木作液、うちの木作液だと、
劇の一吹きっていうのがあるんですけど、まあ、これをですね30倍から50倍ぐらいに薄めて、そうね、2日おきぐらいにシュ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 やっていただくと、バッタ基本的にはある程度消えていってくれます。このね、いぶされた香りとか、あとお酢のね、この香り、特にこの木作液の香り、あんまり好きじゃないんですよ、バッタが。なのでそれをですね、植物にシュ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 と撒くことによって、バッタを遠くに遠ざけていく、または違う植物の方に行ってもらうみたいな感じで、避けていきます。で、もう一個の方が唐辛子系のものですね。唐辛子系のもので、うちで唐辛子系のものっていうと、なめ食、これなめくじ用の起皮剤なんですけども、これ唐辛子をですね、めっちゃ入れてるものなので、それをですね1000倍に薄めてシュ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 、2日に1遍ぐらいこうかけていただくと、ダメくじ除けもできるんですけど、バッタも来なくなってきてくれるっていうものがあります。まあこういう形で、バッタの嫌う香りとか、刺激っていうのを植物にかけておくっていう方法がありますね。3つ目は毒ダミを活用します。毒ザミって皆さんご存知ですかね。一回植えるとめっちゃはびこってしまって、えらいこっちゃになるっていう、あの毒ダミです。はい、つる性の植物ですね。これのね、葉っぱを、鉢の土の上にこう撒く。この毒ダミのね、香りとか成分、バッタ本当に嫌いなんですね。ただ雨が降った後とかって、その葉っぱ、生の葉っぱをそのまま置いておくと腐っちゃったりとかするので、これはね、やり方をちゃんと考えてやらないといけないなっていう。腐ってきたらもう避ける、で新しい毒ダミの葉っぱにするみたいな感じで。で、毒ダミがお家に生えてるよっていう方、あと近所にその辺に生えてるよっていう方も、ある程度積んできてですね、クシュ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 ってやってパッやっとく。あと毒ダミの使い方なんですけども、アルコールにつけておくといいです。アルコールにつけておいて、2週間とかつけるとね、より一層いいんですけど、2週間待てないよねって思ったんで、この方法は、実際の中のね、今日ご紹介する方法の中には含めないでおこうって思ったんですが、実際にこれをやってっていうことで、大学でね、研究もちゃんとやってたりとかするので、40度のアルコールの中に毒ダミの葉っぱいっぱい入れてですね、2週間ぐらい置くんですね。そうするとその液体っていうのが、ある程度この虫よけになるので、これをシュッ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 ってやっていくみたいな感じで、使っているっていう方もいらっしゃるかもしれません。まあ僕のやり方は簡単ですね。毒ダミ積んできてグシュグシュグシュってやって、バンって撒いておくっていうやり方。お庭の方はね、大量に必要かもしれませんが、グシュグシュってやって、あっちこっちあっちこっちやっとくと非常にいいです。これ実際にこの毒ダミの葉っぱ自体がカラカラになって、朽ちていくと、土の中に混ぜ込んであげると、線虫除けにもなったりとか、それから、土自体も豊かになっていくので、非常におすすめの方法です。4つ目はですね、これはね、お子さんがいるお家だったらめっちゃいいと思います。カマキリを逃がすです。このカマキリですね、バッタの天敵なんですよ。なので、カマキリ捕まえてきて、バッタを食べてもらうってやり方ですね。これ自然農法なんかで使っている方法の一つなんですが、カマキリが結構多い地域だったらいいと思います。多い地域ってどこなんだって感じなんだけど、お子さんね、特に男の子がいたら、カマキリつけまいてきて、うちのお庭に巻きたい、話したいからって言ったら、喜んで取ってきてくれると思います。虫取りやっぱりね、特に夏休みなんかはみんな大好きなんで、男の子、カマキリたくさん捕まえてきてもらってください。他にもね、バッタの嫌がる、バッタの天敵っていうのが、バッタの嫌がるバッタの天敵っていうのはいるんですけど、クモとかさ、あとはハチとかね、バッタに寄生するハチとかがいるんですけど、その辺を捕まえてくるのちょっとハードル高いんで、カマキリっていう感じで、比較的お手軽かなっていうふうに思います。バッタ、ここまでがバッタについてだったんですけども、実際にできそうなことってありましたか？
しそ、うちにあるからとりあえずこの子を犠牲にしてでもいいし、木作液とかあと唐辛子系のね液体を葉っぱにつけて撒くっていう、この方法、ドクダミ近所にあるから撒いてみようとか、うちの子男の子だからカマキリ捕まえてきてもらおうとか、カマキリってねすごい液中って呼んでいいのかどうかわかんないですけど、カマキリを天敵とするね虫非常に多いので、有効だと思います。さて後半ですけどもカメムシです、今年はカメムシの当たる年になってしまったので非常にカメムシが多い。そして、あの匂いも本当に大変だし、なんだかんだとですねカメムシの被害に遭ってる方なんかも多いんじゃないかなっていうふうに思います。洗濯物に紛れてね、なんか部屋が臭いって思うとカメムシどこだ探したりとかします。このカメムシどうやって避けていこうかっていう、方法ですね、一つ目は白い色にカメムシは集まるので白い布を広げておく。この花壇のどこでもいいです。どっかにこう白い布をバーンって干しておくみたいな感じで広げておくとそこに集まってきますので、どちらかというとそっちに集めて花壇の方を守るってやり方ですね。カメムシの好きな白色を置いておく。これですね。集まる場所を一つ作っといてあげるとそっちに行ってくれるので実際に大事なものは守れるよっていうやり方です。これはですね、アリの、被害というか、まあ、アリがめっちゃ集まっている時に甘いものをですね置いとくとそっちにたかってってくれるので、他のものが守れるみたいな感じ、家に入らなくて大丈夫、家に入ってこないから安心とかそういうやり方と一緒です。もうねカメムシが好むものをどっかに置いといて、そこに行ってもらうっていうやり方ですね。2つ目はカメムシが嫌う匂いなんですけども、発火の匂いとかをね嫌うんです。カメムシなのでスースーするものを嫌います。なので、発火をアルコールでもいい、アルコールがいいかな、アルコール、それからお水でもいいんですけどもよく混ぜて、なんでアルコールがいいかっていうとそのアロマのねオイルとかちゃんと溶けてってくれるのでそっちがいいんですけど、あと揮発してくれるんでいいんですけど、発火の匂いのするスプレーシュッ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 ってやってあげるといいです。発火の匂いっていうとまあアロマのミント系であったりとか、あとは発火オイルドラッグストアに売ってますね、北見の北海道の北見のね、お土産とかで、発火オイルとかってあるんですけども、そんなのがいいと思います。まあ、天然成分だしスースーするしいいんじゃないかなと。それから3つ目はですねバッタのところでも、言ったんですけどもカマキリですね。これカメムシの、ね、天敵なんですよ。なのでカマキリを捕まえてきてもらって逃がす、まあこういうやり方がいいんじゃないかなと。そして最後4つ目はカメムシホイホイで捕獲する。これですね、このねカメムシホイホイなんですけど作り方超簡単です。ちょっと写真を添付しておきます。こんなやつで、ペットボトル2リッターのペットボトルでいいんですけども、上4分の1ぐらいのところでジョキ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 っとハサミで切ってもいいしカッターで切ってもいいです。ゴーッと切ったらその上の部分を逆さまにしてシュコッとはめてガムテープで留めるっていうだけで、そこの方には洗剤をビャーッと入れておきます。洗剤ビューッと入れておきます。そうすると捕まえたカメムシそのまま洗剤の中に落ちてくれて、ご臨終していただけるという、画期的な、どんなお家でも作れる画期的なこのカメムシホイホイなんですけど、どうやって使うのかっていうとカメムシ壁にくっついてたらカメムシの下にスッとそのペットボトルをカメムシホイホイを持ってきてください。そうするとカメムシストンって落ちてきます。カメムシの性質上逃げるときに下に逃げるんですって。なので、下にペットボトルをくってやるとストンと落ちます。落ちないときはちょっと近づけてってあげると、逃げますから下にストンって落ちてくると。じゃあ、果実だったりとか野菜だったりとか葉っぱにくっついてきどうすんのって言ったら下の方からこうやって持ってってあげたらストンって落ちますので、それでもうね手で捕獲するという、もうこのね捕獲するっていうのが一番確実なんですよね。
このもう嫌だなって虫嫌だなっていう方には向かないんですけども、虫まあまあ、実際に触れないんだったらいけるっていう方はぜひこの方法を取ってみてください。最後、まとめですけどもザザーっと言っていきますね。バッタの食害どうやったら収まる？バッタが好きな食べ物を置く、シソですね。そして木作液とか唐辛子系のものを2日に1遍ぐらい撒いてあげる。それから毒ダミの葉っぱを取ってきてぐじゅぐじゅってやって鉢の上に置いておく。そしてカマキリを逃がす。カメムシに関しては白い色が好きなので白い色のものを植物の来てほしくない植物の横に置いておく。発火系の匂いが嫌いなので2日に1遍ぐらい発火の匂いの、オイルを水に溶かす、もしくはアルコールに溶かしてシュ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 撒く。それからカマキリを逃がす。これは、カメムシ、バッタともに天敵ですね。そして最後カメムシホイホイでした。皆さん他にもこのやり方すごい簡単で楽ちんだよっていう方法があったらぜひコメント欄でシェアしていただけると嬉しいです。最後お知らせなんですけども、8月の24日茨城県古河市の三和エーゲンサーで、多肉植物の初心者の方のためのイベントをやっていきます。夜ね、もう夜市です。夜市、東南アジアみたいな感じで、もう昼間暑いんで、夕方以降5時から、夜の9時までですね、キッチンカーが来たりとか、それから飲み物なんかの販売なんかもあります。もちろん多肉植物の販売を中心に、マンゴーの苗木とか、それからバオバブの木の販売とかもあります。多肉植物に関してはプロの方がいるので、その場で、自分で選んで買って、それを寄せ植えしたりっていうこともできたりもします。何より何より夜のね、生産ハウスが覗けるっていうのはなかなかない機会なので、ぜひですね、三和園芸さんに皆さん遊びに来ていただければと思います。もちろん僕もいます。で、概要欄の方に、チケットありますので、もちろんあの0円のチケットなので、そちらでですねお申し込みしていただいてからお車でお越しになっていただければと思います。車止めるところありますので安心して来てください。ということで、今日も最後までご覧になっていただきましてありがとうございました。この動画面白かった、役に立ったということであれば、高評価のグッドマーク、そしてチャンネル登録もしていただけると嬉しいです。ということで、またお会いしましょう。さよなら。